Guilty Gear。 今日は投げさんがそういえばいないですね。どちらを吹いた Slayer ギラーバンピア Slayer vs Ramadan Slayer どういう対戦になるのかね。なんかお互いに一方的になりそうですね。攻めが尖ってるキャラ気がします。ラブリガルが 10S ハイスラの攻撃を当てないとゲージが増えないんで、きついって言おうとしたんですけど、当たればこうやってモリッと増えるんで、まあ、いいですね。そして、これ、膝やられてます。壁やられて、こうやって、ニュートラル状態に戻るんで、そこでガッとっていく。お決めですね。ピザで返さないと返せないということで、またこの性格の悪さに現れております。こいつなんでダウン飛んでんだよ。ダメプレイかと思ったらこれ動くよね。しかもラムゼルは下段もありますし、駒投げもあるということで、かなり厳しいです。いつもね、足払いから2本セットで攻めっていうのが最下位のラブレザル機械のコンボ決めなんですけども、壁やられを利用してもうね、さっさと立ってきていくのがこのババコラブレザルの特徴ポイントですね。さあ、プレイヤー側ここは何とかして捕まえたい。原子はありますが、この動きがめんどくさい。しちゃいます。とりあえず捕まえることができればね、オラオラいけるはず。そしてだったりのあまりはめんどくさかったりしますので、といったところですが、しっかり続けていった、バタコラフレスラーは勝利。上さんはまだ試合があります。帰らずにお待ちください。高さんはまだか。そこのもう見たくない。じゃあ次、平岡描いたヤイサイ B 番台 OK そうだね。あなたではまだ届かない。今いる心の力は人と変わりない。高さんはいつぐらいになるんだ。まあこのまんまじゃあ行きましょう。 Guilty Gear Who dares to enter the main? ドンキャラセイドンキャラセイ。あっ、いや、作戦戦がもうやばいよー、これハイパーキミオさんはね、駆逐されました。怒りの憎しみとね、おごりがたまりにたまると巨大化してみえる。ハイパーキミオさんとしては戦戦士レベルでハイパーオーラギで打てないが、対戦相手はね、もうね、倍あります。倍に対しお、ボーキャルカラーをここ選んできましたね、アンマペルソナ対決頑張りなさい、多分。あー、デーパーソナスト、どっちがどっち。シュー曲げ、さあ、アンマンが画面指スライ、さあ、アンマン勝負のテーマがね、流れます。こっちが倒れても流れます。はい、ビッグネジで足場が、お、グリーンのセバー、誰が誰か、平岡海ですね。打っていく画面端、おっと決まった、これ美味しい。あんちの勝ち世代エヴァオペン一歩選手。これ むずいらしいんですけどね、やっぱりね、こう頭にくるぜってなるんですよね。まあ俺は見てるだけだと感じもいいんですけど、さあ壁中央平岡海が攻める。あ、坂さん来ました。次ね、試合になります。はーい、あ、先にね、押田さんを発見やりましょう。プレイヤーのさあ、どんな話でした。お、かっこいい。おめえはそれはないな。ダメやすい。足払いが伸びてくる。さあ、体力リードは平岡海。さあ、スイッチしてる。かっこいい。S、はい。さあ、レーダーチャートでは防御がありませんでした、平岡海。返すことができるのか。さあ、端、防御が、おー、している。そして、攻めに突破した平岡海が前へ。アイマンはどちらかというと平均的プレイヤー。ダメ、足エヴァ攻めだ、攻めろ。しかし中央、わーっとお前には負けねえよと、しっかり勝ったのはアインカイ。さ
はい、おめでとうございます。じゃあね、押田さんまずいきます。 FAB さんのポチョムキンとジュンさんのメディア、エヴァンメです。アゼンを過ぎて恐れいる。いやマジですね、レーダーチャートイグザードのね、あのランキングサイト有志の方が作っていただいたんですけど、くれていたんですけども、このレーダーチャートが本当に面白いんでね、このプレイヤーはこうだろうってね、見るのが本当に楽しいです。そしてその防御に尖った押田さんが今座ります。直打率 570%。 一体何が起きているんだ。570% って数字おかしいだろって。、ね、それを見た押田さん、人の5倍ガードしてるってことかなっていうツイートがね、こうなんとも言えない哀愁漂うコメントでありました。まだまだ伸びます。対戦相手ミリアですから、何回タックタックか分かんないです。全部ガードすればいいんだろうと。火力は伸ばしてきた。ただ足払いが当たるとは言ってない。画面中央、さあ行きましょう。まずは端へ向かってトライ、打ち上げ、おーっと最高とポチャバスですね。青葉はしっかり投げ返していく。さあやった、これで俺も攻めとくだ。一本選手パーフェクト。 FAB ポチャバキン繋がっている。さあ伝説の名実況、しかし相手はミリア。ジュンさんもですね、一気にもこうね決めていきたいところ。今日はね、早めに出てコンボ練習、運命仕込みの練習をしておりました。さあマイビータイク、さあ仕込んでいる。なんかこうね、音ゲーをしているみたいだってね、みんな言っておりましたね。ミリアは特にバースト使って当たっちゃうと、こうやって相手のバーストゲージがね溜まってしまうということで、できることならガードしたいですよねということで、ミリア使いとしては必須的らしいです。うわー光ってる。まずはよしか、おーそうカウンターヒットで捕まえて画面端、あーとラストジェイカーあっち系と肩技倒して立ち振りをくぐる。今回のポチョムキンの立ち振りは相手のしゃがみ状態に当たりません。というふうにミリアダッシュしたら当たんないのか、すげえなこれ。立ち振り振ったのを見てくれ、ダッシュ余裕でした。画面端、さあ中野してデッドアングル、ここはなんとか助かった。画面中央からチャンス、上海追いかける。前線立ち合いがヒットして、どっちかな、効果ゲーダン取り返していく。ミリア普通にパクられてもね、 25% あるとリワソのタイミングずらされたりとかね、もう本当にみんな工夫してくる最近ですから、厳しいですね。さあ繋げ取れていく。ラストラスト もう最近もうなんかなかなか当たっていかないですね。立ち合い、アイヨシ、足払いでダウンを奪われている。さあ、走り、ラスト、バックステップ、スケコミに対して、デジタリス、難しい、横文字ね、戻ってきて、さあ、デッド、デッド、バッド、なんだっけ、バッドデッドだけど、ゲットしちゃった、すみません、1秒、ひげ、やめちょう。転がって投げて立ち手拾い、いいからここでバースト。まずはゲージを貯めたい。さあここで捕まえてバースト。ゲージは 50% あるミリア側、なんとかしてダウン取りたいところ。キャンといく、しかし投げていく。これキャンした側がね、投げの攻め結構きついんですよね。された側は結構連打でいけたりするよ。さあここで勝ったのは FAB ポチョキン。じゃあ行きましょう。ね、お待たせしちゃったんで、シャードさんから行きましょうね。タカさんとシャードさん、シャードナッシュさんのスレイヤーとタカスレイヤー。近接で手数を売りにする相手は存外怖く、ちょっと海外勢の方なんで、タカさん、国際交流、ファイルバンカーでよろしくお願いいたします。はい、シャードさん、あ、来た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 。シャードス、あ、来てるかな、こっち来てるかな。で次ちょっとお待たせしました、俺とレイドくんなんで、あ、モブコさんなんで行きましょう。あ、いました、タカさん。